ウィザーズ・オブ・ザ・コースト、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社、略称はトック、または、ウィザーズはアメリカ合衆国のファンタジーやサイエンス・フィクションを主なベースとしたゲーム出版社である。起源はロールプレイングゲームの出版であり、会社を有名にしたのは1990年代中盤のなどのトレーディングカードゲームや衰着した TSR 社を買収して取得した人気のダンジョンズ。 アンドドラゴンズールプレイングゲーム、そしてライセンスを買収したポケモンカードゲームが驚異的な成功を収めた。会社の本拠地はシアトル郊外のワシントン州レントンにある。今日、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはロールプレイングゲーム、ボードゲーム、そしてトレーディングカードゲームを出版している。これらはオリジン賞など多くの賞を受賞している。 会社は1999年から初風呂の子会社である。ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社は1990年にピーター・アドキソンによってシアトルに設立され、本部はまだその近くのレントンにある。会社の起源は第パン屋といったロールプレイングゲームだけを出版する会社だった。1992年に発売されたザ・プライマル・オーダーはどんなゲームにでも使える。 サプリメントとしてデザインされ、の、ゲームシステムの法的な問題を参照の訴えを、引き起こした。訴訟は1993年に解決され、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはパラジウムに非公開の金額を、支払い、パラジウムの製品に今後言及しないことで同意した。1990年、リチャード・ガー・フィールドが、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストに、という新しいボードゲームのアイデアを提案したが、 しかし、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、ゲームのプロ級が高すぎる金額になると予測して、却下された。その代わりに、アドキソンはガーフィールドに携帯できて、すぐに遊べるゲームを発明することができないかと、提案し、ガーフィールドはそれに同意した。アドキソンは、リチャード・ガーフィールドのトレーディングカードゲームコンセプトをディベロップするために、新しい会社ガーフィールド・ゲームズを立ち上げ、 出来上がったオリジナルの作品は、マニクラッシュと呼ばれた。これは、パラジウムとの法廷闘争からゲームを保護し保有して、ガーフィールドゲームズは、裁判が解決されるまで、ウィザーズ・オブ・ザ・コートに製造販売権を供与して、その時点でがシャットダウンされた。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは1993年7月、ダラスのオリジンゲームフェアでをデビューさせた。 1993年8月のーンで、このゲームは非常に高い人気を証明し、250万枚のカードの供給を売り切り、これは年末まで予定が続いていた。マジックの成功は1993年に生成された収益で、アドキソンの最初の事務所の一握りの従業員だった。頃から、1995年には本部に250人の 従業員とオフィスを構えるまでになった。1994年、マジックはの上位5つの心のゲーム賞を受賞し、また、オリジン賞のベスト、ファンタジー・オア・サイエンス・フィクション・ボード・ゲーム・オブ・1993と、ベスト・グラフィック・プレザンテショノフ、A ボード・ゲーム・オブ・1993を受賞した。百九十四年、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、マジックブランドのライセンスのために、 ライセンスとコンサルティングの期間を始めた。マジックの成功の後、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは1994年に、を出版し、まもなく1994年のオリジン賞で、ベスト・ファンタジー・オア・サイエンス・フィクション・オンボードゲーと、ベスト・グラフック・プレゼンテーション・オブ・ A ボードゲーを受賞した。1994年、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはまたからお買い、さらにからお買い、 自社のロールプレイングゲームのラインアップをバディした。1995年、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、リチャード・ガーフィールドによる別のカードゲームを出版し、1995年のメンサ・ベスト・ニュー・マインドゲー賞を受賞した。1995年8月、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、を発売した4ヶ月後に、自社のロールプレイングゲーム製品ラインを閉鎖した。アドキソンは、 会社がサポートの欠如とゲームにひどい仕打ちをていたことがウィザーズのロールプレイングゲーム製品のすべてにお金を失っていたと説明した。また1995年、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの年間の売上は6500万ドルに達した。1997年4月10日、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはダンジョンズドラゴンズの資金繰りが苦しい TSR 社を買収すると発表した。 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは TSR 等2500万ドルで買収した。数多くのクリエイティブやプロフェッショナルなスタッフが TSR のあったウィスコンシンからレントンに引っ越してきた。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはしばらく TSR のブランドネームを使用していたが後に使用をやめ TSR の商標期限切れを許可した。百九十七年から百九十九年の間 会社は愛されていたが、売り上げの良くないキャンペーンセッティングを、ファングループに向けてスピンオフし、より収益性の高いグレーホークとフォーゴトンデルムに、事業を集中した。1997年夏、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、ダンジョンズドラゴンズの第三版のコンセプトを再検討した。2004年、アドキソンは、意思決定を振り返った明らかに、我々、ウィザードは、 最新版を公開するための強力な経済的エンセンティブを持っていた。すべての製品ラインの売り上げは最初の改良、新しい版を想定して新しい版が出てくる時に急増する傾向がある。そして私たちは所有権が変わった時がワトックの D&D に素晴らしい機会だと思った。彼は後に新版の D&D のデザイン全体を指揮することになる。 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは2000年に、ダンジョンズドラゴンズ第3版だけでな D20 システムをリリースした。これらのリリースにはがついてきて、他の会社がこれらのシステムを使用することを許可した。新しいバージョンの D&D ゲームは、オリジン賞のビストロールプライングゲーを2000年に受賞した。2002年、ウィザーズは、設計者が、ウィザーズにキャンペーンの世界を提出して、 完全に元のキャンペーンの世界を生成するデザインコンテストを主した。ウィザーズはその中からが設計したを選択し、最初のハードカバー本が2004年6月に発売された。2003年、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、ダンジョンズドラゴンズ第3.5版と D20 システムを発売した。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、 玄関インディ2004で D&D 発売30周年の祝福を手助けした。1997年8月2日、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはトレーディングカードゲームに関する特許を取得した。1999年1月、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはポケモンカードゲームの出版を始め、ゲームは非常に人気があることが証明され、6週間足らずで40万セットを売り上げ、 ウィザーズの当初予想よりも10倍売れた。非常に多くの印刷者がポケモンカードを制作したため、いくつかのスポーツカードシリーズが1999年に廃止されるほどポケモンカードの需要が高かった。ゲームは1999年、国立子育てセンターの経営が承認された。その年、ポケモンカードゲームはミリオンセラーを達成し、 会社は遊び方を解説した CD r o m を同梱した新しいセットを発売した。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは2003年までゲームの出版を続け、ウィザーズとの契約が切れる9月30日より前に、任天堂の関連会社の一つ、ポケイモン USA がゲームの審判を製造開始したたウィザーズは次の日、2003年10月1日に、任天堂を相手取って訴訟を提起した。 両者は裁判所に行くことなく、2003年12月に、意見の相違を解決した。ポケモンとマジック、ザ・ギャザリングの相次ぐ成功を見て、ゲームとおもちゃの巨大企業である、ハズブロが1999年9月にウィザーズ・オブ・ザ・コーストをおよそ3億2500万ドルで買った。ハズブロは百九十四年の初期にウィザーズ・オブ・ザ・コーストの買収に興味を示し、さらに、その、 ポケモンゲームの成功の後に感銘を受けていた。アバロンヒルは、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの一部門だったが、1998年夏に、ハズブロに買収された。1999年11月、ビンス・カルリーが、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの社長に就任した。2001年1月1日、ピーター・アドキソンはウィザーズを辞職した。2002年6月には、チャック・ヒーブナーが、 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの社長と最高経営責任者に就任し、2004年4月にラレン・グリーン・ウッドがキーブナーの役職を継承した。2008年3月にはグレッグ・リーズがウィザーズ・オブ・ザ・コーストの社長と最高経営責任者を継承した。2008年、会社は300人を超える従業員を応用した。1999年11月、 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは2002年のコンベンションをもって、玄関の主催地がミルウォーキーを離れると発表した。ハズブロはオリジンズをに売り、そして2002年5月にを、ピーター・アドキソンに売った。ウィザーズは、そしてのライセンスをに下請けに出した。ウィザーズは2003年、塗装済みで収集性のある D&D ミニチュアを発売し、そしてライセンスされた、スターウォーズを2004年に、 アバロンヒルブランドを通して第二次世界大戦ミニチュアゲーム2005年に発売した。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの出版部門はミリオンセラーの何百ものタイトルの本を16の言語でプロデュースした。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストはまた1999年のポケモンの成功の後に小売りゲームチェーン店を開始しゲーキーパーとウィザーズ・オブ・ザ・コーストの名前で展開した。数年前から シアトルの通りには、同社の主力ゲームセンターや、アメリカの主なショッピングモールには、小売店があった。ゲームセンターは2001年3月に閉店し、最終的には、ウィザーズは2003年12月にゲームデザインに集中するために、全店舗を閉鎖すると発表した。最後の店舗は2004年春に閉鎖された。2006年の初め、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、 ザ・マトグサルベーションウェブサイトの管理人、ダロン・ラターに対して、訴訟を起こした。告発は、ラターがの公開間近の秘密のプロトタイプ、マジック・ザ・ギャザリングカードセットを、発売の10ヶ月前にマトグサルベーションフォーラムに投稿したからである。は、私は、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社は、ランチャード・エルフとの訴訟を、法定外で、双方満足の上で解決したということができますと、 結果を説明した。にプロデュースをライセンスしていたドラゴンとズンゲオン氏は2002年にウィザーズ・オブ・ザ・コーストからスピンオフされていたが2007年9月に期限が切れウィザーズは雑誌をに移行させた2008年6月6日ウィザーズはダンジョンズドラゴンズ第4版の新しい基本ルールブックを発売した ウィザーズは第4版のオンラインコンテンツの中にドラゴンとズンゲオン雑誌を展開し始めた。第4版の新しいルールの枠組みはゲームを実行し、ゲームをより新しいプレイヤーにアクセスできるように必要な準備時間を短縮することを意図しながら、より合理化されたゲームを提供するために設計された。2009年4月6日、 ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは o n e b o, o k s h e l f c o m と子会社の rpgnow.com、そして t r i v e t h r u r p g c o m で行われていたダンジョンズドラゴンズの PDF フォーマットでの販売をすべて停止した。これは書籍の将来の著作権侵害を防ぐための試みで、 ゲームのすべての古い版の PDF ファイルと同様に、これらの場所を介して利用できるようにした、最近の第4版のダンジョンズドラゴンズ製品が含まれていて、8つの人々に対して起こした訴訟と一致する。ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社は、同社のゲームを題材にした多くのファンタジー小説を出版している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。